はい、テルズバザーレイズというわけでついに来ました、ユーリの集結魔境。もうね、これをどれだけ待ちわびたことか。ついによ、うん、そしてデュークもね来ました。紅玉でいいのかな、紅玉をまといし者。いや、いいね、この最終形態デュークですね。いや、マジでもう今回はね全部欲しい、もうどっちも出て欲しい。もうね、一番俺が好きなキャラがユーリなんで、もうここでユーリを引かなかったら俺は何のためにね、こうダイヤを貯めてきたのと。まあダイヤが2000個もあります。うん、まあそもそもレイズがね今ダイヤめっちゃ配っててくれるんで、配ってくれるんでね、ダイヤがいっぱい溜まっているんですけど、まあ2000個もあれば、何回だ、まあ1回200なんで10連かな、100連か回せると、100連回したら出てくれるんじゃないのと。うん、まあ、100連でもう出てほしい、もう全部出てほしい。でね、技なんですけど、技やばいよもうこれね、共に作り出す未来。あ、これ動画がね、あの動画見たんですけど、もうね、この名前がね、閃光老王人って書いてんじゃん、これもう残光老英人とねほぼもう一緒ぐらいのクオリティの高さ。いやマジで、何この なんて言うんだろうな、めっちゃ切る、めっちゃ切る魔競技なんですけど、うん、アルトリウスがそのユーリと同じ残光老英人をね、まあ、レイズも、まあ、ベルセリアの時もどっちも残光老英人を使うんですけど、まあ、ユーリと違ってアルトリウスの残光老英人はなんかその重い一撃を何回だろう、10回ぐらい打ち込むみたいな感じなんですけど、ユーリの残光老英人はね、あのベスペリアではバカヒットなんですよ、うん、バカヒット。それに追加でスキルかなんかつけて、丸ボタンめっちゃ連打しまくるとめっちゃヒット伸びるんですよ。まあ、何ヒットかはもう覚えてないけど、いや、真っ赤かっこいい、もうバカかっこいいんだよね、うん、で今回それが来ると、いや、えぐいよね、うん。まあ、あの決戦でドーマ聖越山がね、まあ、来てますけど、まあ、そっちの方がね有利的には2つ目かな、のベスペリアでは2つ目の非容疑っぽいやつなんです、カミソリみたいなやつなんですけど、なんだっけ、転生紅玉拳みたいな技だった気がする、名前忘れたけどね、なんか剣を上にやって羽ペンみたいなあれでグザーンってやるやつなんですけど、まあ、正直残光老人が、ね、バカかっこよかったんで、もうこれがねついにザレイズに来てくれると。名前は違いますけど、あれこれね、不快の鋼を無人に砕く音のあまたの斬撃を放つ魔境理。いやマジでかっこよすぎる、欲しいよねこれ、マジ本当に欲しい、これが出てくれればもういい。でまあ決戦もね、オーバーレインも普通に出てくれはするんですけど、まあ持っているんで、まあ、限界突破はにはなるけど、まあ、とりあえず決戦魔境が欲しい、あ、集結魔境が欲しい。バーストのあれも使えるようになるんで、オーバーリミッツ、まあ、ユーリはそもそももうオーバーリミッツにしてるんですけど、あれをユーリとフレンの、共闘なんだっけ、クロスオーバーか、クロスオーバーをバーストリミッツできるようにしてるんですけど、いやーマジで欲しいね今回、うん。でまあ競争もね、新しい競争が追加されてます。いうラピードとね、フレンも出ると。で、このユーリの、このユーリのね、この強烈臭ね、これめっちゃ俺お世話になったのよ、これ、ベスペリアの時に。ベスペリア、確かスキルで、なんか20コンボか30コンボぐらいしたら、自動的にオーバーリミッツが発動するみたいなスキルがあって、この強烈臭っていう技が、確か丸ボタン連打すると、すっごいコンボつながるのよね。めっちゃもう永遠に殴り続けんのよ、これが。まあ、ベスペリアやったことがない人とかに言ったらちょっと分かんないかもしれないけど、俺の中でユーリは沿線が使って沿線集落からの強烈臭をかませば大体オーバーリミッツ1が発動するのよ。まあいいや、この話はまあベスペリアをねやってる人しか分かんないと思うんで、もうやめましょう。でまあとりあえずダイヤが2000個あるんでね、まあ何連だったっけ、100連かね回していこうかなと思います。
行こうか。早速ここで回せば出るよ。ちょっとここで回せば出る。ほらダウンロードしたでしょ今。オッケーオッケーオッケー。でも赤のビリビリが来てないってことは確定じゃないってことか。まだてかデュークも赤のビリビリするのか。ん？するよね多分。多分するから、まあ、もしかしたら赤ビリ来たとしてもデュークの可能性もあると。まあデュークでもいいけどね全然。まあスキップしましょう。虹、おおいいね。バーストいいよいいよ。虹から割れるの？虹の状態で割れて赤になったりするのかな。スパイラルドラコの力、友と世界のため使わせてもらう。スパイラルドラコとかおったっけ。スパイラルドラコとかおったっけ。いやマジで全然覚えてないけど。これが赤ビリが来たら赤ビリ。あーじゃあ普通ってこと。自分の正義は自分で決める。これは、あーこれは決戦じゃん。決戦だ。まあでもこれで有利はね。おおもうマックスになっちゃったよ。ほらフラって。いやもう全然嬉しいな。わ決戦魔境マックスとかすごいよ。これはホーリーレイン。わホーリー回復技使えるんだお前すごいね。これ、滅災天候波覚えてないね。覚えてないしあったかどうかも分かんないけど、でも今のところとりあえずいい感じ今のところ。おおちゃっ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 ちゃこのうわほら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 、これは熱いぞこれ。うわ見てほらこのビリビリ玉ビリビリ玉。とりあえず本当に有利さえ出てくれればもう安心して今後のガチャを引けるのよ。今後のっていうかまあ今日のガチャ安心してそれ続き引けるのよ。よしいきます。割れた。あっかー有利来い。風蓮の裏競争こうよくなんたらかんたらみたいなやつじゃなかったかな。来いお願いします。うわあーマジでもう勝ってしまった俺は。まだ全然回してないよ俺。このシーンってどのシーンだろう。このシーンってどのシーンだ。このシーンが多分あるんだよね。あったはずなんだよね。どのシーンだろうこのシーン。砂漠のところかな。どこなんだろう。砂漠のところかなんかあの村復興するみたいな、復興ってかなんか作りかけの村みたいなところを作り終わった後のムービーとかかな。わかんないな。わかんないけど、わかんないけど、もう全然、もう本当に嬉しい。いやー、これはマジで、カットイン。いや、いいなぁ。でもここのカットインって、これ、あれじゃん。羽の方の、あれじゃない？羽振り下ろすときのカットインじゃない？まあまあまあ、別に全然そんなことは気にしないで。まあ、あと1600個もあります。まだバースト魔境も出ていません。まあバースト魔境じゃねえ、バースト競争も出ていません。デュークも出さないといけない。まあ今回のガチャは全部これに回そうと思っているんで、もう2000個全部ベスペリアに継ぎ込む今回は。まあどうせならカロルのね、季節魔境1個前のやつ、あれもこっちに入ってくれたら嬉しかったんだけど。おお、デュークがどんどん強くなっていく。デュークの魔競技がね、出てくれないと、紅玉まといし者の方の、あ、これは、ラピードですね。ラピードの、まあ、ソリから落とすやつ。わ、売られるんか。もうマックスか。まあ、大体、ベスピリア系は、ユーリとかレイブンとか、まあ、そういうので、まあ、回しているんで、多分、ラピードとか、まあ、フレンはあんまり一緒に入って、ってないかもしれないけど、まあリタとかもね、リタの時とかも回しているんで、だいたい売られるんだよね。うわ二次率が高すぎんか。
マジでほらもうこんだけさ熱くベスペリアをさあの最初に語ったからもうボーナス来てんのよきっと。いきます。うおちゃあー裏かこれ裏だこれオープニングの裏だおお普通にね僕らはキスだ。おっ有利じゃねえフレンですね。フレンシーボフレンもねまだ集結来てないよね。フレン集結来るとしたら何を使うんだろうな。でもこれも技がすでにあの炎のね技だから。んあれ裏だった。レベル上がってたっけ今見てなかったな。ん裏裏か裏だよな、うん、裏だ。よしここでやっと50連目。いやなんかもうすでに出まくってるからもうこっから先こっから先出なかったとしてももう別に文句言えないぐらいのね。もう赤が1個入ってるだけでもすごい。あとこれが有利のバースト競争であれば嬉しい。とりあえず今全部バースト競争がなんか今言い方変だった。バースト競争がデュークしか出てないから割れたね。まあ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 デューク以外のラピードフレン有利とかのねあれも出てほしいところではある。うわほらお前こればっかり出て魔境出ないね。まあ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 こればっかり出るな本当。別にバースト競争デュークだけガン上げとかじゃないでしょ。まあでも魔境技 0.4 でちょっと有利よりは低いのか。あでも 1.5% だからガン上げではあるのか。でもまあパーセンテージあんまり信用してなかったけどこういう時だけちゃんと働くのねまあデューク2人いるからってことなんだろうけど。おお青が来たねついに。おお赤もないね。まあこれはもう押しましょう。まあ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 ここで一回ねこういうのもあるよ。こういうのも来てくれないと逆に怖いもはや。でもマジもう最初に出てるっていう安心感があるからもうポンポンボンボン引けるのよ今あ黄色ファースト競争出てほしいけど。おでも赤が2個ある。素晴らしいね。いきます。おお割れた。でも普通の虹か。どうだいユーリ。あこれは季節フレン。これでも持ってないよな俺確か。ユーリ来い。おもうなんかもう満足です。ありがとうございますあ、まあ、持ってんのかフレン。いやーありがとうございますいやマジでね合列衆にはお世話になったから本家の方でぶん殴りまくってたよ俺。もう丸ボタン連打でもう丸ボタン押すのと押さないのじゃもう全然コンボ数が違ってくるからもう 3,4 倍ぐらい伸びるんじゃないの強烈臭ね。もうただ殴るだけなんだけどねただ殴るだけだけど強いのよ。いやじゃあとりあえず出たからな。あと有利じゃなくてデュークの魔境技が欲しいところではあるけど、まあ、あとフレンラピードのバーストくらいかな。飛ばしましょう。割れない全売却。まあ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 このままあいかまあいかあいか戻って。いやでもマジこんだけダイヤくれたからこんなにねポンポン回してるけど、いやマジ今回ダイヤめっちゃ配ってくれたよね。赤ですね。だってログインでもねこのガチャが始まったからっていう理由で確か200個くれたでしょ？ね、やばいよね。もうなんか配る理由が適当すぎんかっていうぐらいの。あ、こっちの、あ、そっか、こっちのデュークのバーストあんのか。はい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 。これは何？滅彩天部。ほう。わからん。あと、残すところ、10連になりました。いや、なんか早かったね。うん。なんか最後の最後で出るような気がする、俺は。結局ね出るような気がする。こんだけベスペリアについて語ったからきっと来るはず。ほらビリってビリっていいよビリっていいよビリってビリってないね。うわめっちゃあるめっちゃあるこれがあとは集結になってくれればめっちゃ嬉しいです。
僕めっちゃ嬉しいです。これ最後見る？最後ちょっと見ようか。ちょっと見たいな、もうもはや。いやでももうね、残光老栄寺、残光じゃねえ、なんだっけ、天なんだっけザレイズの方の残光老栄寺になんとかなんとかなんたら王子だった気がするけど、いやマジもう一番レイズの中でかっこいいんじゃないのっていうぐらい、カイルの精霊魔教、精霊魔教だっけ、精霊層 の、 技、あれもねめっちゃ好きなんですけど、風のあれでめっちゃ上に吹っ飛ばすやつ、あれもかっこよくて好きなんですけど、いやなんか魔教技ね、なんか結構その何単調なやつとかも多いけど、やっぱかっこいいやつはかっこよくしてくれるから嬉しいよね。嬉しいっていうかまあいいよね。よし、ドゥーク来てほしいな。うわっ、来い。うわその思いの強さを、いやー待って待って、熱いな、もう熱いわ。もうなんかさっきお風呂に入ったんですけど、もうなんか汗かいてるもんなやばいなー。ほら出るんですよ、もうね、もう今回は出るだろうと思ったから。まあ回してる数が100連なんでね。でも100連回しても出ない時はあるからね。えぐいです。おお、まあ普通にね、普通に。これ誰、なんだ、あ、普通のか、通常魔教か、これね、最初の街からあれやるやつね。逃げるっていうか、なんだ、村人たちのあれを、協力を得てお金とかねくれて、頑張ってこいよみたいな、ユーリ頑張ってこいよみたいな。 あれかアパティアじゃねえ、なんだっけあれ、噴水の水のなんかあれだよね、石を取られたんだよね。それを見つけに行くために出たんだよね、確か。全然もうなんかあんまり覚えてないね。全然覚えてない。アパティアはこれだわ。これがこれベリウスになってる。あら。いやー、世界をかけた一戦。かっこいいなー。かっけえ。入りでセントウィング。これ、デュークの方の本家の方の、技は覚えてないんだけど、確かブレイブベスペリアだったよね、技の名前が。なんか結構長めの技だったような覚えがあるけど、あんまり覚えてないんだよな。でもあれもめっちゃかっこよかった、確か作品名が非用意だったと思うんだけど、いやでも出たな、ちょうどもう20連目で、20連じゃねえ、ちょうど2000個使って。いやー、マジでもう満足なんだけど。ね。だって言うて、ね、バースト競争はだって ユーリとデュークが出たけど、フレンとラピード出てないからね。唯一、ほんと1枚だけ出てくれたから、いやマジで嬉しい。これで戦闘力とかどれぐらいいくだろう、多分ね、ユーリアで、どうかしたか？うわ、3レベルも上がる。バカ使う。バカ使うね。OK、いいね。多分ね、全部持ってるんだよね。多分全部持ってると思う。コラボも含めて。ん？どこで見たっけ、これ。装備？あんまりこっちか。ん？あ、さっき装備をしたのか。じゃあ何もこっちかっていうほどのあれでもなかった。うわ、いいな、このラインナップ。うわ、えぐいね。えぐすぎるね。でも、唯一、マジ、ドーマ、よう、ね、決戦魔境、貫突できたね。貫突ってか、限界突破、マックスに。オーバーレイですら、一突しかできてないのに。いや、でも、マジ、これな。いや、MG150 か。そりゃそうですよ。あんだけかっこいいんだから。あんだけかっこいいんだから。
いやーでも号列集入れたいな。絶風陣とかね結構強いのよね。元老山もすごい使いやすいのよ。元老山変えますか。元老山変えちゃってなんか号列集入れちゃう。あれどこにある。いいねいいね。まあ絶風陣もね使いやすいから、春煙火山、そうだ春煙火山につなげてたんだ確か。沿線が沿線集落春煙火山号列集ってつながってた気がする、俺の中で勝手に。勝手にじゃねえわ、俺の中でつなげてた気がする。何が起こるか本当わからねえよな。これもあげましょう。もう今あげよう。足るよね、足る足る足る。うわで、もうこっちもあげます。違う、こうですね。これなんぼ11,622、最高かよ。いやいいな、かっこよすぎる。いやマジでもう大満足、大満足も大満足。いやほんともうね、いろいろあのこのユーリの終結魔境が来るまでに、なんだっけ、シングのシングシングか、うん、あ違う、シングだ、シングでいいのか、シングの終結魔境とか、あとなんだっけ、まあカロルのやつとか、まあいろ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 ガチャあったんですけど、あとアルフェンのやつとかが、うん、アルフェンの決戦、決戦かオーバーレイか忘れたけど、まあいろいろあったけど、まあ、全部もうすっぽかして、全部すっぽかして。まあそろそろユーリが来るだろうなとはね、ちょっとユーリのためにいつユーリが来てもいいように備えとかないとなっていうのはあってね。だってずっとさ、この主人公のあれが何、あの終結魔境がね出てたから、まあルークも来たし、アルペンじゃねえ、アスウェルも来たしね、まあユーリがいつ来てもいいようにもっとこうって思って、あ持っといて、まあ出てくれたからな、もう最高。子役あるけど、なんと交換しようか。まあでもまあまあ、後から考えよう。いやー、マジでよかった。本当に嬉しい。もうなんか、汗がすごい今、多分もう叫びすぎたせいでこんなに出てるんでしょう。叫びすぎたっていうか、もう、血が沸騰してる今。いやー、いいね。あ、マジで最高です。はい。多分ね、今、ザ・レイズ、まあ、始めた方でもダイヤ結構もらってると思うし、何なんだっけ、1日1回の、強化クエスト、予備クエストとかでもね、ダイヤ1個、1回やるだけで30個とかもらえるし、いっぱいね、ダイヤもらえるんで、ぜひ、有利好きな人は回してみてください。まあ、ユグドラシルとかもあるんで、うん、こっちもね。もうなんかいっぱいあるんで。あ、こっちも交換できるんだ。あ、こっち、え？全員？これ何？他のやつらもいんの？あ、いるんだ。あ、別にベスペリアだけじゃないんだね。別にソフィーとかダオスとかそういう系も交換できるんだ。ほう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 。まあまあまあ。はい。ということで、まあ、とりあえずダイヤが多分みんないっぱいもらえていると思うんで、ぜひね、狙って回してみてください。確率は低いけど、自分の推しキャラのためにダイヤを使ってあげてください。はい。ということで、今回は満足です。はい。ご視聴ありがとうございました。また次回。バイバイ。